こんにちは。本日のマネービジネス会議をお届けします。アニストよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ですね、お聞きしたいことがありまして、はい、家計簿、まあそのお金の管理をするアプリのおすすめってあるかなと思いまして。まあ、それもね、結構言われますね、たまに。まあ、たまにかな。うん、言われます、言われます。はい。で、私今ずっと昔から使ってるマネーフォワードってやつを使ったりしてるんですけど、まあ全然使いこなしてないというか、もうなんかあるだけっていう風な感じになっていまして、ちょっとなんかじゃあおすすめアプリをぜひ教えていただきたいんですけど。最近の家計簿ってめちゃすごいんですよ。はい、あ。昔、一昔だったらなんかこう、いつね、何に使ったか分かるぐらいの、把握できるぐらいのイメージじゃないですか、家計簿っていうと。そんな感じです。もう、でも全然今だ、すごいのは、例えばレシートを撮影したら、はいはい。入力してくれるとか。入力まで行ってくれるんですか？そうそうそう。いつ、いくら、で、家計簿アプリとかでよく迷うところに、その、これが何の支出に当たるのか分かりにくいものとかあるんですよ。家計簿のなんかその仕様で、交際費とか、なんかそういう独特の会計用語になってたりするのがあるんですよ、なんか。あります、あります。自動で入力してくれたりとか、結構ね、すごかったりとか。写真撮ってる、撮るだけで。へぇー。あとすごいのは、銀行口座登録したら、勝手に残高が、反映されるとか、同期されて。へぇー。クレジットカードも登録したら、使用履歴とかが反映されるんですよ。すごくないですか？おぉ、それはすごい。そういうところで行っちゃってるんですよ、今、家計簿って。だから。優秀ですね。そうそう。やろうとも、いや、本気でつけたらね、本当になんか管理できちゃうぐらいのものなんですけど、はい、だから本当にその人の需要、どこまでその家計簿を使って何をしたいかっていう目的によって、多分結構選べると思うんですよね。うん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 。で、マネーフォワードとか使われてるんですよね、今。一応使ってます。マネーフォワードって多分一番有名なのかな？多分ダウンロード数も多いとかで書いたという気がするんですけど。CM とかでも一時期やってたんです。やってますよね、CM とか。うん。マネーフォワードとかはもう会計ソフトです、本当に。もう、家計簿アプリっていうかね、会計ソフトなんですよ、完全に。会計ソフトか。はあ、確定申告できちゃいますもん、あれで、本当に。やばー、すごい。それぐらいの、高機能なんですよ、仕様としては。はい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 。いくら使ったか把握する、毎月いくら使ってますとか、そんなレベルじゃなくて、もうね、証券口座とかも登録できちゃいます、もっと言ったら。なんか、あるある、登録するとかあります、あります。だから、支出をただ管理するだけじゃなくて、もう自分の資産管理までできちゃうみたいな。はいはい。いや、課金、有料のにしたらなんか本当できる幅が増える。有料にしなきゃダメなんですよ。有料にしないと、本当になんか登録することぐらいしかできないんですよ。ですよね。Yes. だからやっぱ、そこまで求める人はマネーフォワードで課金するしかないと思うんですけど、はいはい、ほとんどの人はそこまでしなくてもいいかなと思うんですよ。うん、ね、いついくら使ったかなってまず把握するみたいな。支出管理ができればいいかな。うん。ね、その次にいくらぐらい使うかって分かってきたら収支の管理をしていくみたいなね、感じだと思うんで。で、僕ね、何個か、定期的に家計簿アプリなんか使ってみてるんですけど、はい、結論から言うとね、毎日家計簿ってやつ僕は好きなんですよ。毎日家計簿、へー。毎日家計簿ってアプリがあるんで、これオレンジ色のアイコンなんですけど、ちょっと調べてみてほしいんですけど。はい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 。どんなアイコンって言いました？オレンジ色のね、これか。オレンジ色のアイコンなんですけど、どんなアイコンだったかな。毎日家計簿ですね。なんかもうほんとストレートな名前ですね。うん。ドルマークかな。はいはいはい。ドルマークのアイコン。オレンジ色の。あー、見えました。はいはいはい。あの、これは、まあ、クロットさっていう感じのドルマークですね。そうですそうです。これがね、一番なんかこう、バランスいいかなっていう。言うとですよ。無料でできちゃうってこと？そうそう。無料でできるし、例えばレシート撮影機能も無料で使えるし、結構レシート撮影自体はちょっと有料ですよとか。うんうんうん。あ、そんなのあるんですか？ところどころで課金とかあったりするし。はいはい。そういうのもあるし、あとデザイン性もいいんですよ。へぇー。グラフとかもすごい、ちょっとね、ハイセンスな、ブーン、なんか、グラフの出方もすごい綺麗に出るし。見てみたい。ちょっとやってみようかな。へぇー。
だから、あとね、その、毎月定額で、例えば家賃とか電話代は変動するか、あとインターネット代とかね。それ毎月固定のやつは最初から入力しておけば、毎月自動的に反映されますとか。あ、それいいです。そういう細かい、ちょっとしたこう、かゆいところに手の届く的な機能が、だいたい全部入ってるんですよ、これは。毎日かけば。それで全部無料で使えるんで。毎日かけよう。あ、いい。私もちょっと、マネーフォワード全然使いこなしてないんで、それやってみます。バランス的にこれぐらいから入ると、そこそこ機能があるし、デザイン性もいいしって感じで使えるのかなって感じです。もちろん、金融機関と連動とかできませんけどね。あ、それはできないんだ。うん、銀行と連動させたりとか、そういう機能はできないんですけど。じゃあ、両方使わないといけないな。銀行連動。そうそう、マネーフォワードとか、あと、フリー、会計ソフトフリーとかね、なんかそういうの使うしかないと思いますけど。あ、会計ソフトフリーなんか、確定申告の時によく名前出るな。そうそうそう。そういうのもね、今やったりするしかないと思いますけど。あと、簡単お小遣い帳っていうのは僕使ったけど、まあまあ、これもありかなと思います。使ってらっしゃるんですか？試しにですよ。試しに使ってました。もあり、簡単お小遣い帳。うん。これはまあまあ、これは、ね、よりインストールしてからすぐ使いやすいです、多分。さっき言ったみたいに、会計専門用語的なものが何気に結構出てきたりするんですよね。こう。これか。なんか。費用の内訳とかの仕分けとかで。なるほど、なるほど。あ、でもなんかシンプルで使いやすそうですね。シンプルで使いやすいです。はい。なるほど、なるほど。だ機能もシンプルです。あ、シンプルだな。いっぱいあってもよくわかんない。レシート撮影機能ないです、これは。あ、これはない。さっきのはあるっていうこと。さっきのある。シンプルなんですけど、まあまあ、レシート撮影機能いらないくてシンプルがいいっていうんだったら、これ、レシート撮影機能がどうしても欲しいんだったら、毎日書けばのがいいかなって。なるほど。どっちもこれは、金融機関と連動はできない。できないです、できないです。ね、普通はじゃあ、連動ってなかなかしないもんなんですね。やっぱ連動するにはね、やっぱ、連動って言ってもね、全金融機関ともやっぱ連動できないし、うんうん、提携しなきゃいけないから、やっぱ大変じゃないですかね、やっぱ会社としてもね。わかりました。へえ、うん。まあ自分の好みでいろいろ使ってみるといいと思うんですけどね。うんうんうん。アプリこの辺いっぱいあるんでね、どれがいいのかなって。そうそう、すごいいっぱいあるから。毎日かけようでおすすめですよ、本当に。毎日かけよう。毎日かけるね。オレンジ色のあのアイコンのやつ。ちょっとそれ私も使ってみよう。そのマネーフォワードだと本当結局はそのマネーフォワード一番私はその銀行との連携でね助かってるんですけど、ああ便利ですよね。便利で、でもあとは全然使いこなせてないって。はい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 。逆に銀行の動きを見るアプリになっているみたいな。銀行なんかオンラインバンキングでいいんじゃないのって話じゃないですか。なんかオンラインバンキングがを全部一気に見れるみたいな、一気見ソフトみたいな感じの。ああ、まとめてね。まとめて。なんかいちいち全部にログインするのめんどくさいから、まとめてみるみたいなものになってます。なるほど、なるほど。わかりました。毎日家計簿とお小遣い。簡単お小遣い帳ですね。簡単お小遣い帳は、あれですかね。なんか、アプリのやつ、こう、円マークがぴょってちょっと右。ああ、そうかな。うん。そういうやつです。はい。わかりました。でもとりあえずその2つぐらいですかね。うん。ただね、まあ、もしね、始められるんだったら、始めてみたらいいんじゃないかなと思いますね。うんうんうん。ありました。今日はちょっとその2つのアプリをご紹介。はい、もう、お兄さんもね、使ったこと、試しに使ってみたことあるってことでね。うん。レシート撮影機能とかね、やっぱ便利なんですよ。便利なんですけど、ちょっとデメリット言っとくと、はい、反映されないレシートとかやっぱあります。どういう、それはなんかあるんですか？コンビニのレシートとかは反映されやすいんですよ。はい。でも、すごい古いレジのレシートみたいなやつがあるじゃないですか。多分、個人商店行った時のレシートとか。こういうなんか、ちょっと黒字がブルーみたいなものになってるやつとか。とか、なんかね、うまく読み取らないレシートもあるんですよ、結構。へぇー。結局手入力じゃないですか。はい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 。
そういうのがあったりとかするんで、そう、修正にすごい時間取られるとかもあったりとか。ああ、なるほど。レシートなかなか読み込まなくてずっとこんなやってるとか。ちょっとね、じゃあその辺の修正とか根気が、真似さんの根気があれば。まあ、まあ、便利は便利だと思いますけど。うん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 、楽しく続けるっていうのはやっぱり一番大事なんで。大事ですね。うん。まとまってなんか、そういう達成感はありますからね、そういうの。まあ自分が使いやすいなと思うものが一番いいんじゃないですかね。ぜひちょっと、もし今迷ってる方とか、なんかないかなと思ってたら、その2つ、ぜひぜひ使ってみてください。はい。ちょっと今日はこの辺で終わろうかなと思います。はい。ありがとうございました。